水野。マシューライトを4人3人ついていた。最後は沈めていきました。マーカス回収を経由して空いていたとコーナー3決めていった。しっかりペイント当たったらキックアウトできますね。まあ、もちろん自ら決めることもできるんですけれども、周りもよく見えています。マシューライト、エルボーの位置からジャンパー、こちらの距離は水野のクイックツリー、セカンドチャンス空いた。ウイングからのマシューライト、スリーポイント、これで同点。久保田がヘジテーションからさらにスピードを上げる。そしてディアロー、2人寄ってきます。そしてラベナかわしてからゴールター。いやラベナとマーフィー、今度はサドファラがつきました。手を上げてディナイですが、ラベナ飛ばしておいてからの技ありのシュート。いやうまいですね。マーフィー、ラベナ、ではワイリーピックをかけてピックアンドロール、ダカー得意のプレーです。挑戦も頑張りましたよね。なのでファウルになってしまうと、それ少し強度が落ちてしまうので、いやこれはもう止められないダンクですね。そうですね、ピックアンドロールできっちりと崩してもらって、こうなりますとバンジクです。エヴァンスも後手を踏んでいます。カシュアグラ、ラベナに渡しました。ラベナがワイリーを呼んでピックアンドロール、フェイドウェイ、鮮やか。さあ中村航平来ない、左利きのシューター中村航平、そしてラベナアタックファウルあってバスケットカウント、コーストトゥーコーストのアタックでした。何度もぶつかりながらですけど一切体がぶれないですね。3人当たりましたよね。ドンドンドン、田島右、ケネディ左、打ってきたタップスコット、リバウンド田島飛びつく、ただそこを3人で救い取った、はい、ラベナのアタック、ピークはプッシュしますが、山内のいいディフェンス、そしてラベナ、山口前、ピックスヘルプ、ディフェンス2枚いようが関係なし。佐々木ダブルチームの裏名店、外空いたラベナスリードでしょう、来たダブルチームの裏をついてきましたラベナ。ボールコントロール、マーベルハリスからジョーダングリーン、しっかりと回してグルグリスローター、ゴールした。力強く勝負に行きました。E2 全体2位の得点というところが前節終わったところ、他の試合の関係もあって現状でいう B2 トップの得点力ということになっています。ここはブロックショット、ジョーダングリーン、失礼、重富ドライブ、いい合わせ、しかしここは外れてセカンドチャンスでグレゴリースローター。